高松市立日新小学校は、かつて、香川県高松市瀬戸内町にあった、市立小学校。102年の歴史を持っていたが、児童数減少によって、高松市立二番町小学校、高松市立四番町小学校と統合され、2010年3月31日を、もって並行した。校区は、旧二番町小学校後に、新設の高松市立新番町小学校へ、 引き継がれた。高松市中心部の西部に位置する小学校であり、すぐ北側は瀬戸内海に面している。並行後の跡地は売却はされずに引き続き、高松市教育委員会が所管し、運動場や体育館は存続させる。校舎は耐震補強が必要なことから、原則閉鎖管理となったが、並行直後は1階部分のみは、コミュニティ活動も可能な場として利用されていた。 その後、2015年に解体された。運動場や、体育館はそのまま体育施設として利用するほか、災害時の避難所としても引き続き利用される。中心部におけるドーナツ化現象の進行によって、児童数は減少している。通学区域は高松市中心部の一部。北側は、瀬戸内海に面し、南は、JR 予算線まで、西は、 すり鉢谷川及び港、東川まで、東は高松漁港までを港区としている。港区内には高松市中央卸売市場や高松漁港を擁していることから、この地区は高松市内でも特に漁業従事者が多い、漁師町としての側面もある。ありがとうございます。